ライオンとネズミある日ライオンがうとうと昼寝をしていました近くではネズミたちが駆け回って遊んでいました飛んだり跳ねたり追いかけっこしたりすると調子に乗った1匹のネズミがピョンと飛び跳ねた拍子にライオンの頭に乗っかりました「こら誰だ?」。 俺様の頭に乗っているのはライオンが目を覚まして叫びますネズミはびっくりしてライオンの頭から飛び降りましたライオンは素早くネズミの尻尾を前足で押さえ逃げられないようにしましたおいネズミ俺様は動物の王ライオンだぞその王様の頭に乗るとはけしからん 踏みつぶしてやるぞ。これは王様。ごめんなさい。遊ぶのに夢中になって、うっかり飛び乗ってしまいました。ごめんなさい。どうか許してください。踏みつぶさないでください。僕を許してくださったらいつかきっと恩返しをします。ネズミをブルブル震えながら命乞いをしました。なんだと ネズミがライオンに恩返しをするだって。こりゃあ愉快。ライオンは大笑いしています。お前のような小さい力の弱いものが。この俺様にどんな恩返しをするというのかね。うわ。ライオンは腹を立てていたことも忘れて、なんだか楽しくなってきました。 今回は許してやろうもう俺様の昼寝の邪魔をするんじゃないぞそう言ってネズミを逃がしてやりましたそれからしばらくたったある日ライオンが森で獲物を探していると漁師が仕掛けた罠にかかってしまいましたあーしまったライオンは罠から抜け出そうと必死になって暴れます

わなの綱をガリガリガリやがて綱が切れてライオンは自由になりましたどうです王様あなたは笑ったけれどこれで僕にも恩返しができることが分かったでしょああよく分かったよネズミくんどうもありがとう。 ライオンは素直にネズミにお礼を言いましたとさ。